ジョージ・ワシントン大学は、コロンビアン・カレッジとして1821年、設立されたアメリカ合衆国首都ワシントン DC に、ある私立総合大学である。キャンパスは、ワシントン DC の中心部にあり、ホワイトハウスから徒歩10分の場所にある。道を挟んで世界銀行や国際通貨基金などの建物と隣接する。学生数は、大学院生の方が多く、 学部生が約1万人であるのに対し、大学院生は約1万4000人。US ニューズワールドレポート市の学部家庭ランキングでは、毎年全国50位前後にランクされる南韓校。ジョージタウン大学、アメリカン大学と並ぶ米国首都の大学である。首都ワシントンという土地柄を反映して、政治学や国際関係学、 公共政策学といった分野に非常に強い。2014年度、フォーリンポリシー史の国際関係学における大学ランキングで、学部課程は世界8位、修士課程は世界7位、博士課程は世界18位にランクされた。全米研究評議会の博士課程ランキングでは、政治学において全国7位にランクされた。 国際関係学の修士課程の教育は、実務系大学院である、エリオット国際関係大学院で行われている。エリオット国際関係大学院には、学部、修士課程を合わせ、約2800人の学生が在籍しており、これは数多くある全米の国際関係大学院の中でも最大規模。 国際関係大学院協会のメンバースクールで、ロンドンスクール・オブ・エコノミクス、パリ政治学院、ジュネーブ高等開発研究所、ベルリン自由大学、シンガポール国立大学、シドニー大学、香港大学、フクタン大学、ジャワハル・ラール・ネルー大学、トルクワト・ディテラ大学、サンタカタリーナ連邦大学などの数多くの世界の名門校と留学協定を結んでいる。 法学教育は、法科大学院である、ジョージ・ワシントン大学ロースクールで行われている。US ニュースワールドレポート誌において、同ロースクールは、毎年全米20位前以後に、ランクされている。とりわけ、知的財産法プログラムと、国際法プログラムの評価が非常に高く、2017年現在では、知的財産法プログラムが全米4位。 国際法プログラムが全米7位にランクインしている。国際法プログラムに関して言えば、国際司法裁判所の元判事である EN、トーマス・バーガントル教授や、国際連合、国際法委員会委員を務めているシーン、D ・マーフィー教授、米州人権委員会の元委員であり、国際環境法の分野においても著名な台な、ルシェルトン教授や、 国際経済法分野で著名な EN、スティーブ・チャーネビッツ教授及び、トーマス・ジェイ・ショーン・バウム教授等が在籍している上、多様かつ充実した国際法関連のコースが用意されており、名実ともに全米トップクラスの国際法プログラムである。ビジネススクールの学部課程は、US ニューズワールドレポート誌において全米10位にランクされ、MBA は、 全米65位である。メディカルスクールは全米60位にランクされ、合格率は約3%が搬送されたのも、ジョージ・ワシントン大学医学部附属病院であった。卒業生は、政界やシンクタンク、セギンや国連などの国際機関に進むものが多い。1821年、首都に国民が広く学べる大学を作りたいという。 ジョージ・ワシントンの意思を継ぎ、連邦議会の認可に基づき設立された。1904年、大学名を、コロンビアン・カレッジから、ジョージ・ワシントン大学に改めた。ロースクールは1826年に設立され、ワシントン DC の中で最も古いロースクールである。元アメリカ合衆国国務長官、コリン・パウエル・アンダーグラデュエート・プログラムス。ありがとうございます。